西東京バスを埋め、営業所西東京工業団地内に所在する。同営業所のかつての最寄り停留所名は西東京団地であった。背景に撤退前の東芝を埋め事業所の建物が見える。西東京工業団地は東京都が計画し、大梅市と羽村市に開発された工業団地である。建設当時の西多摩地域では最大の工業団地であった。 1956年に制定された首都圏整備法により、大梅市と西多摩郡羽村町は市街地開発区域に指定され、1960年に大梅市新町と羽村町にまたがる約50万坪の地域を日本住宅公団が工業団地として造成することが決定した。造成前は病院と十数個の住宅のみで農地と林が広がる土地であったが、 1961年に土地区画整理事業の都市計画を決定。1963年に事業の認可を受けて着工。1966年に完成し、分譲を開始した。土地区画整理事業の完了に伴い、大梅市と羽村町の境界が一部変更され、羽村町から大梅市に編入された土地と新町の一部に新たに末広町一丁目。 二丁目が設定された。総面積は166.2ヘクタール。工業団地の造成に合わせて、工業用水を供給するため、1966年に、大梅、浜村地区工業用水道企業団が設立され、多摩川から取水した、工業用水を供給している。大梅市浜村市東芝大梅事業所。ありがとうございます。